はいどうも皆さんご機嫌いかがですか、りくやぎです。今回はこちらですね、見ての通り Nike by You ということでね、Nike とリーバイスのコラボモデルですね。では早速ね、箱の方から見ていきましょう。箱はまずね、こんな感じで真っ白の箱にね、シンプルにね、Nike by You とね、数字のマークがありますね。こちらの方に数字とね、英語で書いてありますね。こちらの面にはね、このようにね、ステッカーとナイキの数字がありますね。で、裏側はね、こんな具合にね、ナイキのね、マークとね、Just Do It っていう風にね、マークがね、たくさんありますね。肝心の中身ですね。中身はこんな感じでね、包み紙はこんな感じでね、かなりね、豪華な仕様の鏡になってますよね。こんな感じでね、すごいデザイン凝ってますよね。いやー、こんな風にね、なんかウサギみたいなキャラクターも書いてありますね。いやー、すごいいいっすよね。はい、ということでね、肝心の中身はこちらですね。いやー、もう最高ですね。このね、カラーリングとね、ディティールですね。いやー、素晴らしいですね。それですね、ナイキとリーバイスのコラボモデルのね、Air Max 90なんですが、いやー、これね、深夜にね、日本では深夜にね、ゲリラで販売されて、もうね、一瞬でね、完売になっちゃったんですけど、自分の場合はね、こちらのね、Air Max 90の方だけね、ギリギリ買うことができたんでね、いやー、嬉しいですね。まあ、本当はね、Air Force One も欲しかったんですけど、まあ、Air Max 90がね、買えただけ良かったですよね。ということでね、詳しく見ていきましょう。はい、ということでね、自分はね、今回はね、ほぼね、デニム素材でね、オーダーしましたね。一番薄い色のデニムですね。で、全体的にダメージ加工をね、施したという風なね、仕様になっていますね。でね、今回のこのダメージ仕様なんですが、なんかレーザー加工でね、こんな具合にダメージ加工をされてるみたいですね。ということでね、実際詳しく見ていきましょう。つま先ですね。やっぱりね、デニムのね、素材の感じはこんな具合にね、結構白い糸が多めに使われていてね、かなり薄い色合いのね、デニムになっていますね。で、ミッドソールのカラーはね、このようにね、薄いミントカラーのね、ミッドソールにしましたね。やっぱりね、このデニムのカラーとね、相性を考えると、真っ白のミッドソールよりはこっちの方がね、なんか全体的な雰囲気がいいかなと思って、この色にしましたね。そして他にも、今回のね、Air Max 90なんですが、普段はね、TPU パーツを使われているような部分もね、このようにデニム素材にしたんですが、その部分もね、こういう風にちょっとね、なんか TPU 素材であったデコボコしたようなね、ディティールもこのように再現されてますね。で、こちらのね、上から2番目のね、シューホールだけね、このようにね、なんかハトメみたいなね、アイレットっていうんですかね、がね、施されていますね。こんな具合にね、リーバイス、ナイキのね、ロゴがね、書いてありますね。そして数種はね、このようにコーデュロイのね、ホワイトのコーデュロイ素材でね、作りましたね。結構いい感じですよね。で、こちらの方にはね、Air Max という風にね、刺繍でロゴが書いてありますね。で、こちらの方にね、リーバイスね、赤タグもね、ついてますね。このね、ダメージの具合もね、このね、一番薄い色と相まってね、かなりいい感じのね、ダメージ具合になってますよね。で、エアバッグの中の色もね、このミッドソールと同じカラーになっていますね。続いて反対側ですね。反対側のね、ディティールもほとんど一緒ですね。このようにね、自分はね、ステッチの色はね、特に指定しなかったんで、このようにホワイトのね、ステッチになっていますね。で、こちらの方もね、このようにね、ナイキとね、リーバイスのロゴが書いてありますね。やっぱりこのデニムの色とね、このダメージ具合、かなりかっこいいですよね。続いてつま先ですね。つま先はこのようになっていますね。結構ね、ダメージの具合のね、ムラ感がね、かなりいい感じですよね。いやー、素晴らしいですね。こちらですね、シューレースはね、このようにね、白のね、平紐になっていますね。で、先端にはね、このようにね、シルバーのデュブレをね、ついていますね。このようになっていて、こちらですね、終端の方はね、レザー素材の終端ラベルになっていて、このようにね、ナイキ Air Max という風に書いてありますね。ちなみにね、シューチップの方はね、このように、ね、先端に数字がね、プリントされてありますね。続いてヒールですね。いや、ヒール側から見てもね、かなりね、いかつい仕様になってますね。このダメージ具合がかなりかっこいいですね。でね、この普段のね、TPU パーツになっているところもね、デニム素材でオーダーしたんで、こんな具合にね、かなり統一感のあるデザインでね、かなり自分好みになっていますね。で、このようにね、ホワイトの柄でナイキエアという風にね、刺繍が施されていますね。続いてアウトソールですね。アウトソールはこのようにね、一番薄いカラーのね、ガムソールをね、チョイスしましたね。いかがでしょうか。続いてライニングですね。ライニングはね、このようにね、ホワイトのね、メッシュ素材にしましたね。一応なんかね、シェルパ素材っていうのもあったんですけど、さすがにね、あの素材はかなりね、履く場面を限定されるんでね、あの素材を選ぶっていうことはね、なかなかないと思いますよね。でね、一応ね、終端の裏側にね、このようにね、タブがついていますね。このようにね、なっていて。一応ね、今回サイズがね、US11 ハーフということでね、普段履いてるサイズのね、ハーフ上げということでね、やっぱり Nike ID だとこの 29.5 センチを選べるっていうのがね、かなりいいですよね。続いてインソールですね。インソールね、今回ね、Air Max 90にしてはかなり珍しいね、カップインソールになっていますね。左足はこのようにね、メッシュ地で、白のスーシュに、こちらはね、右足はリーバイスのロゴがプリントしてありますね。で、こちらの方にもね、なんかベンチレーションの穴も開いていますね。で、裏側のデザインがね、こんな風になっていてね、このね、デザインもね、かなり珍しいですよね。なんかアウトソールのデザインをね、まんまインソールの裏側にね、落とし込んだようなデザインになっていて、結構珍しいと思いましたね。で、一応ね、靴の内側はね、このようになっていて、この赤のステッチになっているっていうのがね、またちょっと見えない部分で、なんかおしゃれなポイントになってますよね。いかがでしょうか。そして今回の付属品ということでね、こちらね、ナイキエアーとね、リーバイスね、ロゴが書かれてね、なんかデニムのパッチのね、ストラップのようなものが今度についてきましたね。はい、ということでね、左右並べるとね、こんな感じになるんですが、結構このね、ダメージの具合が違ったりして面白いですよね。で、一応ね、このね、赤色のね、ナイキのリーバイスのタグなんですけど、一応ね、こちらね、右足だけについている仕様になっていて、こちらの足側ね、ついてないですね。で、ね、かなり気になったのがね、このね、左足のね、終端のトップだけね、かなりダメージがね、めっちゃでかいのがね、結構面白いんですよね。なんか、かなり差があるっていうか、ちょっとやりすぎたんじゃないかな感が、すごいいいですよね。ということでね、早速履いていきましょう。はい、ということでね、履いてみました。いかがでしょうか。いやー、もう最高ですよね。もうめちゃめちゃかっこいいですね。もうこのカラーリングがね、素晴らしいですね。やっぱりね、薄めのね、ブルーのカラーっていうことでね、結構ホワイトに近いカラーリングなんで、どんな格好にでもね、なんか割と合わせやすそうなね、印象がありますよね。いやー、最高ですね。でね、今回のね、Air Max 90のね、サイズ感なんですけど、結構こちらね、アッパーのね、感じがかなり固めになっていますね。でもね、一応ね、今回はね、Nike ID ということなんで、マイサイズのね、US11 ハーフということでね、かなりジャストサイズなんで、履き心地はかなりいいですね。で、今回のね、なんかインソールもね、結構違った感じがあったんで、もしかしたらね、若干クッショニングも人によってはね、違く感じるかもしれないですね。うん、なかなか面白いですね。どうなんですかね、ナイキ IE だとああいった感じのインソールの仕様になるんですかね。ちょっとわかんないんですけど、いいですね。いかがでしょうか。はい、ということでね、続いてはこんな感じですね。いかがでしょうか。いやー、やっぱね、最高ですね。これね、やっぱアウトソールがね、ガムソールなんてね、かなりいいですよね。やっぱりね、自分ガムソールがね、結構好きなんで、ね、今回のリーバイスとコラボモデルはね、かなりね、熱いですよね。やっぱりデニムの素材とガムソールってかなり合ってる感じがあってね、いいですよね。いかがでしょうか。はい、ということで続いてこんな感じですね。いかがでしょうか。いやー、やっぱりこのリーバイスね、デニム素材っていうことでね、かなりね、普段のナイキのね、エアマックスとはね、違ったね、雰囲気を出してるんで、かなりいいですね。新鮮な感じがあってね、いや素晴らしいですね。やっぱりこのナイキのね赤タブもね、ナイキじゃないかリーバイスの赤タブもかなりねいいアクセントになっていていいと思いますね。いや素晴らしいですね。いかがでしょうか。はい、ということでね、続いてこんな感じですね。いかがでしょうか。いやー、最高ですね。これね、Air Max 90がね、かなりボリューム感のあるシルエットなんでね、もうかなりね、足元に大きなアクセントを置くことができてね、かなりね、目立てるような一足なんじゃないでしょうか。いやー、素晴らしいですね。本当にね、この靴は変えてよかったですね。いやー、素晴らしいですね。最高ですね。いかがでしょうか。はい、ということで、続いてはこんな感じですね。いや、もうね、そろそろ涼しくなってきた頃ではあるんですけど、やっぱりね、こんな感じでもね、履いてもかなりいいですよね。かなり爽やかね、印象を与える足元なんで、いや、いいですよね、こういう感じも。いかがでしょうか。はい、ということで、ね、続いてこんな感じですね。いかがでしょうか。このスニーカーはね、やっぱこういう白パンとかでね、爽やかに履いてやるのがいいかなっていうふうに思いましたね。いやー、素晴らしいですね。いかがでしょうか。はい、ということでね、今回のナイキ by U、ナイキとリーバイスのコラボモデルの Air Max 90ですね、いかがだったでしょうか。いやーね、もうね、すごいね、物自体はめちゃめちゃかっこいいんですけど、何せ今回はナイキの売り方がね、ちょっとね、なんかいろいろと物議を醸し出すようなね、売り方だったんで、ちょっとね、なんかいろいろ思うところはあるんですけど、まあ、それでもね、めちゃめちゃかっこいいモデルなんでね、変えてね、よかったですね。ただね、聞いたところによると、なんかね、素材がね、かなり不足していて、なんか物によってはなんか納期が11月とか12月ぐらいまでなっている方もいるらしいということなんで、もうね、なんか再販はかなり絶望的だなっていうふうに思いましたね。いやー、本当はね、エアフォース1も欲しかったんですけど、まあね、今回のね、エアマックス90もね、かなり素晴らしい出来だったんでね、これで満足したということにしましょう。ということでね、今回の動画はここまでになります。ここまで動画をご覧いただきましてありがとうございます。何かご意見、ご質問等ございましたらコメント欄の方までぜひぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。